letter of credit distinctly mentions porcelain dinner sets. Even so, porcelain dinner sets could be toys. If it had been specified as general merchandise, there would have been no difficulty. That's where I want you to give the meaning leeway in the interpretation. If the bank accepts the meaning, it can be done. As far as the merchandise is concerned, we have every confidence that we can do much better than any other firm. ただいま。おい、やっぱりダメだったの。いえ、OKしてくださいました。おお、ご苦労様。なかなか承認してくれませんでしたけど、とうとう。大成功だよ。厄介者のおもちゃのセットをさばいたのは大きいよ。ねえ、里見君。結局参考商人の信用ですよ。いやあ、時本君の腕さ。 君と僕が何か足を運んでも本当嫌なかったんだな。それ、あ、じゃあ、炎の準備頼むよ。僕は東京に行こう。車、あ、待たせてあります。あ、ひととみ君、飛べ場合に貿易手形を割ってもらわなくちゃ。来週の今頃はニューヨークですな。頼むよ、留守は。加谷さん、 杉本君も行くんですか、アメリカへ。まあ、そっか。あ、木村君。はい。このサンプル片付けておいて。はい。赤ちゃん、もう帰る？たまには明るいうちに解放してもらわなくちゃ。頼めないかな、店舗一本。サンフランシスコのジェファーソンカンパニーだ。いいわよ。 おい、なんとか言ってくれよ。全然挨拶なんてはひっきりやつだぞ。うわっ、うわっ、うわっ、やい、薄野郎。薄野郎とは何です？ああ、こりゃおかしいな。 なんですよ、僕たち。ほら、ペケはちっとも吠えないでしょ。だから猪野さんに脅かしてもらってんの。ねえ、猪野さん。猪野さん、僕の親友。ねえ、猪野さん。僕もペケのためにしてはかててたんですかね。なあ、ペケ。 どうも失礼しました。じゃあ帰るよ、ケンちゃん。あ、僕んだよ、そのもん。あ、そうか、荷物。あ、僕取ってくら。 なあ、ペケ君、気を悪くするなよな。スノロだなんて言って。ボン。<笑>ダメだな、お前は。よしよしよし。あ、お母さん。あ、お帰り。あ、おばさん、お帰りなさい。おお、いい犬ですな。なんて言うんですか、この犬は。ナナちゃん。ナナちゃん。 2つともお宅の。
ペケは僕の犬なんだよ。なあ、ペケ。君の？ペケ、散歩に行こう。あの方は？ケンちゃんの親友なんですって。まあ、お友達。よっぽど子供好きの方らしいわね。なあ、ケンちゃん。ん？何？あの人、君の姉さんか？違うよ、親類なんだよ、うちとは。お父さんは？戦死やったんだよ、フィリピンで。お母さん、どこにいるの？箱根だよ。ホテルで事務員してるんだよ。事務員？だから、僕、居候さ。なあ、ペケ。シロさんが寄ってね。珍しい。何なの、お兄様。あんたのご縁談なんだけど。いやよ、私結婚なんて全然考えていないもん。良さそうなお話だから、お会いしてみたら。私ごめんよ。お見合いなんかでなんとなく結婚して自分の人生に妥協してしまうなんて嫌です。お断りして。あんた、やっぱりまだビルマンで亡くなった藤原さんのことが忘れられないのね。違う違う。そりゃ初めは忘れようと思って仕事に熱中したかもしれないけど、今は仕事だけが生活よ。でもね、やっぱり女は女らしく。私、女らしいつもりよ。そうかしら。私もっと真剣に自分の生活は考えているつもりなの。お父様らしいわね。うん。じゃあ頼むわよ。はい。今日は久しぶりにビーツクラブに寄ってきて、赤江の展覧会があったもんで。まあそうですか。あのお留守中に岩山書店の方が。うん。あ、そうそう、この方が今度の5本の印税のことで何か。そうか。あ、あれ買ってきたよ。あら、ボケですね。あら、ケンちゃん。どうしたの？ケンちゃん。どうしたの？まあ、あら、ペケがまた。ケンちゃん。ケンちゃん。はい。何ですか？ケンちゃん、ペケをちゃんとつないどかなきゃダメ。はい、だってひいひい泣くんです。とってもかわいそうな声出すの。ご近所から文句を聞くのはもう嫌ですよ。7一匹でたくさんなのに。だから拾ってきたいのは嫌だって言うのよ。ねえケンちゃん、出たらどう？え、ケンちゃんったら。お母さん、せっかくケンちゃん可愛がってるんですから。だって僕、ケンケン聞いて回ってきます。ケンちゃん、一緒に行ってあげるわ。お召し替えになったら。うん。あら、ペケ、ペケペケ。イノさんのかしら。秋元亜子さん。いや、先日は失礼。いいえ。あ、本はありがとう。ケンちゃんから受け取りました。ああ、どちらですの、お勤め。貿易屋ですよ。貿易？ええ、富士商事です。ああ、あなたは参考商事だそうですね。ああ、英語がとてもうまいんだそうですね。ケンちゃんが言ったんですか？僕は下手なんですよ。英語は生来。生来だなんて。いや、生まれつきらしいです。
読むのは読むんだけど、喋るのはどうもつかんです。貿易屋の柄じゃないんですね。ああ、綺麗な空だな。ビルマで見た空と同じだ。ビルマの。This design's not so good. Mm-hmm. This is our best number. How do you like it? I think that's just what you wanted. Yes. But the price is too high. Mr. James, don't forget it's exceptional quality. Soto kawashita ne. Shikashi Aba-chan mo, shachou ga rusu ninaru to mata hito kurou da ne. Doushite?サトミさん、君にだいぶ反感を持ってるらしいぜ。つまり君の腕が良すぎるんだな。だから女のくせに出しゃばってとか、たかが秘書の分際で一発営業部員みたいな真似をするとか。何を言われたって結構。私会社のためにやってるんですもん。ああ、いや違います、参考商事です。ご面会です、滝本さんに。どなた？稲田さんとおっしゃる方です。よう。驚きましたか？いえ、別に。でも、どうかなさいまして？ええ、偶然メニュー品の演奏会の切符が2枚手に入りました。メニュー品？これが今夜の切符なんですが、出られますか？私今ちょっと、でもすぐ片付きますけど。じゃあ表で待ってます。ああ、時に。あなたのお名前はアコさんですか？いえ、アコじゃなくアツコですの。あなたもイノさんじゃなくてイノダさんでしたのね。ああ、じゃあ。カジさん、まだお帰りにならない？6時に僕の係のバイヤーが来るから。ミスター・トーマスだ。あ、そう。じゃあお先。アコちゃん、誰今の人？うちにいるケンちゃんの親友なの。さよなら、さよなら。さよなら。はいはい。お待たせしました。6時きっかりに始めるそうですから、車を拾いましょう。急いで飯を食って、東海道に行く。秋元君、電話。電話？大橋？いや、社長がすぐ来てくれって言うんだ、箱根。ダメよ、もう帰ったって言ってよ。遊びのご相談なんか断りだ。いるって言っちゃったんだ。じゃあいいわ、出て断るから。すいません、ちょっと。はい、はあ、参ります。書類を全部。あの件のドキュメントですか？はい、はい、承知しました。本当にすいません、手に入りにくい切符を無駄にさせちゃって。いや、どなたかお誘いになりましたら。え？ああ、記念にあげますよ、この切符。じゃあいただいておきます。あなたは働くのは好きらしいな。ええー、大好きですわ、忙しいの。稲田さんは？そりゃ僕だって働くのは好きですよ。でも貿易屋は合わんです。辞めたいんですがね。お辞めになりますの？ところがなかなか辞めさせてくれないんですよ。箱根の山は天下の剣。仮にケンちゃんのお母さんのところへ。そりゃいい。
伊藤君。伊藤君。ああ、稲田さん。おはよう。君もう出られんの？本当はまだ出ちゃいけないんですが、給食の期間が今日で切れてしまうんです。はあ、ダメですね、大事にしなくちゃ。そんな体で。ええ、ありがとう。しかし、じゃあちょっと人事課へ。井上さん、道場は道場として、ああ伊藤君に顔寄せじゃ危険だな。いや、胸の病気だからって、総視力筋が出るわけじゃないよ。伊平太君、なんだ、また退職させてくれか。今日は僕のじゃなくて人のことです。人の退職のことまで引き受けてくるとは、君もせっかいな男だ。いや、気の毒な従業人が退職になっちゃ大変だと夜々出社してるんです。そんなことは君の部長に話したまえ。はあ、でも特別な計らいをお願いしたいと思いまして。うん、それはそうと、君はまた失態をやったそうじゃないか。ああ、どうも。生来英語が苦手でして。うん、しかしあれはうちにとっても大事な仕事だから、なんとか話をうまくまとめてくれたまえよ。はあ君は半平太と言われてるそうじゃないか。はあ、そうです。しかし僕はそうは思わんよ、君が半平太だなんてね。とにかく半平太のままじゃクビにできんね。ご好意は嬉しいです。いや、これは君一人だけの問題じゃないんだから。はあ、せめてストレプトマイシンが安く手に入るようになるといいんですけど。ストレプトマイシンがね。私も南方にいた時はまさかこんな体になろうとは思いませんでした。部長、その後のうちのマイシンの輸入はどうなったんですか。まず見込みはないね。ああ、1億5000万円の商売だ。日本の貿易業者がしのぎを削っているが、なかなかね。ああ、どうもありがとうございました。もしもし、薬品部お願いします。ああ、薬品部ですか。あのね、ストレプトマイシンの会社なんて言いましたっけね。え、住所をちょっと調べてください。井上さん、マルガムカンパニーですよ。ああ、やっぱりマルガムですかね。どうかしたんですか、マルガムが。実はね、僕がビルマの捕虜収容所に勤務していた時、アメリカの青年でマルさんってのがいたんですよ。マラリアで苦しんでいたので、僕がこっそりキニーネをやったんですがね、そのマルさんがヘンリー・マルカムというんです。しかし、マルカム違いじゃありませんか、そりゃ。そうかな。ご面会です。あ、そう。
どうすみません、お電話。いいえ。ゆうべ宮の人お泊まりです。ええ。ケンちゃん、とっても元気です。本当にお世話かけます。いいえ。勉強してますかしら、あの子。ええ、大丈夫。ご心配なく。すいません。おば様も大変でしょう、仕事。もうすっかり女中さんの糸につきましたよ。先だってから外人係に回ってますのよ。そう、早くケンちゃんと一緒になれるとね。でもケンイチの手紙では何ですか。大変仲良しのお友達ができたようで。イノさんとか。あ、イノさん。イノさんとってもケンちゃんを可愛がってますの。可愛がって、うん、ケンイチと同じような年の子じゃ。うん、大人よ。大人も大人。ちょっと分が悪いな。ケンイチったの、そんな大人の方を捕まえ。でもケンちゃんもいいとこあるじゃありませんか。その方、アツコさんのお友達というわけでも。お家の。うん、うちとも別に。そう。アツコさんはそろそろ結婚なさらなくちゃ。おかよさん、ブラッドさんのお帰り。はい。ちょっとお待ちになってね。Why? Isn't that Chico-san? Hello, Mr. Bradford. Thank you. How do you do? Fine, thank you. Have you been playing golf? Yes. How was the game? Great. Oh. I'm having a little trouble, Atsuko-san. Mm-hmm. It's about business. Doesn't your firm handle toilet article, Atsuko-san? No, Mr. Bradford. It's for an order about $30,000. $30,000? Yes. And if you care to handle it, I'll give it to you. それで私、一応オーケーしてまいりましたけど。簡単にね。ねえ、君。ああいう手代くものはローズが多くて、実に厄介な代物なんだよ。僕はそんな苦情の多いものなんか嫌だね。それに君、注文の横取りも僕は好かんね。そんな卑劣な行為は社の名誉に関わるよ。横取りではないと思うんですけど、先方が契約の日に来なかったんですって。それでブラッドフォードさん困ってらっしゃるんです。いけませんでしょうか。うん、僕は賛成できんね。しかも社長のお留守中に。秋元君、やろうじゃないか、その仕事。3万ドルといや、ざっと1000万円だ。それをミスミス。何も欲得じゃない。君は社のためにと思って引き受けてきた商売だ。それを蹴るなんて、アコちゃんへの嫌がらせなんだよ。いけないのよ、私の独断が。独断？そんなこと言われる手はないさ。今までだって君一人でどしどし仕事を取ってきてるんじゃないか。私は軽率だったのよ。飾り物は難しいよね。それにうちでは初めてだし。だから面白いんじゃないか。他の社でやってるのにうちの会社ができないって言ってはないさ。ねえ、やろうよ赤ちゃん。僕は久富さんと喧嘩したっていいんだよ。 Is it going smoothly? Oh, I see. Beg your pardon? Or sample? How do you like them? Of course, those are best articles. Thank you for your calling. Goodbye. 梶さん、私生意気そうかしら。え？男から見ると嫌な女。どうしたの、出し抜けに。どう？本当のこと言ってよ。僕はそうは思わないけれど。けれど？いや、仕事に熱中してる女の人って何か男の反感をそそるんだよ。結局男のやきもちさ。でも嫌ね、人に悪感情を持たれるって。アコちゃんにもそんなところがあるのかな。誰にでもよく思われよってな。つまり女が甘えてるからさ。カジさん、一緒に行ってくれる？
ミスター・ブラッドフォードのオフィスへ。おう。ビジネス、ビジネス。ビジネスで勝負さ。この仕事、僕たちにやらせてもらいます。うん、やるか。念のために言っとくがね、商売と個人的感情は別々にした方がいいね。個人的感情？うん。帰んなさい。一人？うん。うん。あ、どうもありがとう。どうかしたの？あっ、小姉さん。ケンちゃん、ペペは？うちに繋いであるの。おばさまに怒られるから。僕たちの遠足。どこ？箱根。箱根？だといいんだけど、日光さ。そう。分かったよ、猪野さんの家。とっても大きいのさ。驚いちゃった。そう。大邸宅ね。うん。猪田二平太。
ね。うん。あ、お姉ちゃん。叩けよ、現れ。あ、お姉ちゃん。僕叩いてみる。いらっしゃいませ。あの、猪野さん、いや、猪野田さん、いらっしゃいますでしょうか。は？あなた様はどなた様です？滝本と申します。滝本さん、少々お待ちを。あの、滝本です。秋本さん？滝本が分かりにくいようでしたら、香川。香川さん。たでなく、か、かです。香川。いくつもお名前がおありで。あ、雅子様のところへお見えで。これは日本、今さっきお出かけで。は？ちょっとお通ししてまいります。おいたをしてはいけません。行ってみない？そうね。ペケ連れてくるとよかったね。うん。メイさん。さあどうぞ。こんな綺麗なお嬢様が二平太様のところへお見えになるのは初めてだ。猪野さん、こんにちは。古賀健一君。いやあ、君だったのか。うん。こんにちは。座り込んでて失敬しました。雅子の友達の加賀さんだなんて、ばあやが言うもんですから。あ、どうぞ。お姉さん、あのばあさん、面白いばあさんだね。うん。あのばあやは僕が検知ぐらいの時からいるんでね。ちょっと失礼。結構な不加減で。来た姉ちゃんだな。ケンちゃん。ペケのよりずっと来たねえよ。いいお茶碗なのよ。朝鮮焼きの。へえ、あんな焼けた茶碗？さあ、どうぞお上がりください。あ、じゃあ。先日はメニュー品の切符、本当に。いや。猪野さん、二平太っていうの？そうだよ。死んだ親父が一平太、僕が二平太。その僕は会社では半平太と言っている。通称は半平太。半平太？一平太の半分、半人前というわけですかな。猪野田さんは経済学がご専門なんですね。ええ、ケインズをやってます。貿易屋なんか早く辞めてしまって、もっと勉強したいんですが、それがいよいよ辞められなくなってしまったんです。どうしてですの？大変なヘマやっちまいましてね。まあ。あなたに見事にしてやられた。え？私に？火曜日の10時の約束を間違えちゃって、木曜日の10時と。英語の電話は全く苦手です。生来。あら、ミスター・ブラッドフォードの。猪野さん！猪野さん！
スター検知。どうしたの？これの片っぽ持ってったのペケだよ。まあ犯人はペケ君か。すいません本当に。いやペケ君も一人ぼっちで寂しいんですよなあ検知。うん、忘れ物しちゃった。ああ妹の雅子です。美術学校行ってましてね。アルバイトは浅草の看板書き。嫌なお兄様。こちらは敏腕の参考商事の社長秘書滝本亜子さん。敏腕だけはオーバーですわ。猪野さん僕靴取ってくる。私もじゃあ失礼します。ごめんください。素晴らしいじゃないの。半平太さんにしては大出来。ああメニュー品を一枚棒に振ったってあの方ね。今日はそのお礼に来たんだよ。脈があるわね。お礼に来るくらいなら。ああそういうものかね。そういうものですね。半平太さんに春来たるか。よう、こんにちは。いらっしゃい、沼澤さん。先輩、ボート部から連絡に来たんですが。寄付だけは勘弁してくれよ。寄付じゃないんです。北海道から OB の上原さんが久しぶりで上京しますんで。おお、ドクターが来るって。ああ、それで早川さんなんかも張り切って、歓迎レースっていうか、歓迎にレースも変ですが、OB と学生の対抗レースやって、あとは飲むなり食べるなり。実に明暗だね。今度の日曜の3時に決まったんですが。そう。よし、会社でもたもた腐ってるところだ。よし、久しぶりで拒否か。ただし南天心抜かれても文句は言わないでください。よせ、そりゃ安々負けるか。大丈夫かなその鉄砲で。日野田さん、ブラッドフォードの件ね。ああ発注先は神戸の南海商事と分かった。そう、参考商事の火事という男がくせ者らしい。火事ね、うん、その火事と滝本敦子もコンコンチキさ。コンコンチキ年頃なる時期で、つまりなあなって意味さ。ああコンコンチキ。まあ井上さん、僕に任せておきたい。しかしね、あれは全く僕の責任なんだから。いいから見ててごらんなさい。コンコンチキ、今、南海商事から電話があったんだがね、様子が変なんだよ。変って？こないだ行った時あんなにはっきり受諾しておきながら、今頃になって間に合うかどうかなんて絞り出してるんだよ。理由は？停電節電で、能率が上がらなくてわやですだっていうのがね。手大工にそんな理由おかしいんじゃない？もちろん言い逃れさ。だから全力を挙げて最後までやってくれ。契約は履行してもらわなくちゃ困るって突っぱねたんだがね。まさか、富士商事が。富士商事の横やりだよ。そうとしか考えられない。一体あの注文をミスしたやつは誰だよ。それは私も2、3日前に偶然分かったんだけど、猪野さん、猪野田さんっていう人なの。ああ、あの男か。いつかここへ君を。うん。そいつは臭いぞ。第一、亜子ちゃんに近づいてくるなんてのもおかしなもんだよ。自分の失敗した仕事を取った当人に。でも猪野田さんってそんな人じゃないと思うけど。
君、そんなに親しく付き合ってるの？付き合ってはいないけど、そんな感じじゃないわ。陰でこそこそ何かするような。ケンちゃん可愛がるのを見てても、それはよくわかるの。先生でございました。あ、健一君がお母さんのところへ泊まりたいというもので送ってきました。それはお世話をかけました。本当に健ちゃん、お母さん事務員じゃなかったんだね。あ、お姉さんだってみんな事務員だって言うんだもん。なんか言って悪かったわね、ケンちゃん。うん、僕止まらないよ、お母さん。ねえ、止まってもいいのよ、いいのよ、ね。ケンちゃん。先生、僕帰ります。イノさんもちっとも知らなかったんだ。ケンちゃんに嘘ついてたんじゃない。というとアッコ姉ちゃんが嘘つきのようだが、アッコ姉ちゃんだってケンちゃんのことを思って嘘ついたんだから。ケンちゃんもいいな。ケンちゃん、元気を出して。お父さんなぜ死んだんだろうな。イノさんは戦争に行っても帰ってきたのに。どうだケンチ、ボートレースへ出てってやろうか。ああ、それがいいわ。イノさんやるの？そうさ、痛快だぞ。うん、あ、浅草へ連れてってやろうか。わあ、いいな。本当に連れてってくれる？よし。
私後で行くわ。お兄様の幕振り拝見に。そんな簡単には負けませんね。どうだか。僕に行ってきます。おい、ケンちゃん。あ、小姉ちゃんうちにいるかい。うん、とっても忙しいんだって。おい、隅田川寒いからな、うんと来てくんだぞ。ほら、うん、うん、どこへ。会社、忙しいの。ケンちゃん、ケンチ、早く行こうよ。行ってまいります。おい、まだかい。あら、あ、今日一日ケンちゃんを拝借します。毎度アツ子がお世話になりまして。いや、別に。今日3時から隅田川でボートレースがあるんです。ケンちゃんも一緒に乗せてやろうと思って。ボートレースですの。ええ、お出かけですか。ああ、うちみたいな貧乏会社では日曜も休んでいられませんの。お先、行ってまいります。お待ちどうさま。帽子見つからないんだよ。これでいい気。うん、行こう。行ってきます。お願いします。ヘケ、行ってくるよ。浅草で西部劇見ようか。カツ丼が食べたいな。どんか。行ってきます。どうしたの。忘れ物。ねえ、本当にいい方らしいわね。え、そうかしら。じゃあ。大遅刻だぞ。いや、すまんすまん。久しぶりだな、ドクター。おい、平太、お前妙なやつだな。町外のくせに子供があんのか。ああ、そうだよ。浅草で西部劇を見てカツ丼食べたんで遅くなった。じゃあ、ぼやに免じて許してやる。ぼやじゃないよ。よろしい、よろしい、満々だ。おい、平太、遅刻のバスとしてウォーミングアップ抜きで壊してやるぞ。いいか。 OK。 お兄様、早く支度してらっしゃいよ。おい、ご一緒だよ。ありがとうよ。プロモの兵隊も登場したし、さあ、レースを開始するぞ。オッケー。大会社の人は結構ですな。ぶらりぶらりと遊んでいられるとは結構な身分だ。カジさん、分かってるよ。稲田君、商売上の競争は正々堂々とやろうじゃないですか。意地の悪い妨害やめてもらいたい。妨害。そうでなくても僕たちは大商に押されがちで不利な立場なんだ。その上に陰険な汚い妨害やられちゃたまらない。汚い、ケチなと言ってもいい。あんたんとこのような大会社にとって飾り物の契約一つぐらい物の数じゃないでしょう。それを井上さん、いいですか。僕たちがフェアプレーで取ってきた契約を横取りでもしたように卑劣な妨害をする。汚いというのはそれなんだ。カジさん、もっと落ち着いてお話ししたらどう。ビジネスはフェアプレーでいきたいもんだ。井上君、南海商店は今日とうとう最後の通告をしてきたの。これは明らかに藤商事のゆかりだ。そうでないと言えるか君は。井上さん、何とかおっしゃったら、はっきりと。言えやしません。言えるはずはないんだ。
か心臓ある。滝本君だって僕だってこの仕事にはビジネスマンとしての生命をかけてるんだ。それだけはよく覚えていてくれたまえ。なるほど、大したコンコンチキだ。コンコンチキだと？コンコンチキの大コンコンチキだ。しっかりだ。何がインチキ？インチキじゃない。あなた方は誠にもうコンコンたるチキだと言ったんですよ。毛頭悪意はないです。ええだ、行くぞ。あ、シャシャとしたもんだ。いつか化けの皮剥いてやるぞ。でも私なんだか決まってるよ。あいつにバカバカしい。帰りましょう。4、1、2の3。その金ちゃんってまた借り担いで金太郎さ。なるほど、足を出しても借りが利くか。また借り担いで金太郎。そうなんですよ。どうぞたくさん召し上がってください。奥さんよくおやりになりましたね。はあ、これが一人前になります。またあと思い切ってこんな商売を。どうぞよろしく。お、みんなひいきにしてやるよ。大いに通うぞ。酒だけは気にしてやるんです。メーカーさん。おい、沼ちゃん、途端に飲み屋のせがれに早がりか。沼田さん、お座りになって。私、お手伝いするよ。よよ、コンコンチキ。いいわ、やるわよ。コンコンたるチキがね。もう一杯。しかし、デートは予定通り探偵真犯の差がつきましたね。初めから平太でケチがついた。ああ、実に見ちゃいらんなかったよ。あの女性の前じゃまるで骨抜き道場だ。まさにこれだね。女嫌いになったっていう説もあったが、あの分じゃそうでもないらしいぞ。いい傾向だよ平太。おい、猪野さん、みんな平太だなんてバカにしてるね。うん、まあ半平太でいいだろう。先輩、歌いましょうよ。うん、敵誓いの英雄が高き歩く世界よ。ああ、君何回下物出すなって止めたのかい。ええ、参考商事にはやれませんからね。やっぱりそうか。それは取り消してもらえんかな。恥の上塗りですよ。どうしてそんなこと僕が承知しても、旗が承知しない。ダメかな、どうしても。うちのメンズってこと考えてくださいよ。うん、マルカムからの返事ですか。ああ、マルカムジュニアだったよ。無事に帰国したんだってさ。へえ、
やっぱりマルカム製薬の御曹司かい。それで聞いてみたの、ストレプトマイシンのこと。うん、いくらアメリカでも大量生産はできないからね。割り当てがあって自由にならんらしい。そりゃそうだろうな。そりゃ無理だよ。井田君。ああ、ご苦労だが、今日名古屋へ立ってもらいたいんだ。何ですか、要件は。ウィリアムズ商会向けの登記の契約をしてきてもらいたいんだ。あ、いらっしゃるんですか。南海商店ですか。カジ君も一緒じゃないんですか。いえ、一人です。井田さんも神戸ですか。いや、違います。僕は名古屋です。瀬戸物の買い付けに行くんですよ。危ないもんですわ。本当です。しかし大変だな、敦子さんも。私の責任ですもの。この話は最初に持ち込んだのは私なんですもん。このままでは契約違反になってしまいます。そりゃまあ。食堂車のご案内を申し上げます。ただいまよりお茶のお時間でございます。どうぞお気軽にご利用くださいませ。失礼します。失礼しました。ごめんください。あの、参考障子ですけど、ご主人いらっしゃいますか。おられまへんねん。工場の方でしたろ。富上さん行きました。どうぞ。困ってしまいました。お願いに参りましたの。うちも困っておりますね。藤正治さんへの義理でしょうね、南海さん。それもありまんねけど、節電停電中のもほんまですね。これでは私たちブラッドフォードさんへの契約違反ということになります。藤正治みたいな大きいところとは違って、うちなんかでそんなことをしたらもう信用はゼロになるんですわ。
参考商事の命取りになるかもしれないんです。松島さん、え、あ、大きい、ああ、5日まで暗示を頼むで。え、よろします。徹夜でやらしますさかいに。松島さん、お願いします。ね、松島さん、ね、お願いします。ね、こないなったらぶちまけてしまいますさ。参考商事に品物出したらあかんで、まあ、今後取引やめやって、まあ、きつ言われてますね。うちでも富士商事班から融通してもろたりしてますさかい。ええ、でもこの場合お互いの社のメンツより国際信用に関わる問題ですから。そない言われると困りますね。まあ、かにしてこなれ、うち攻めるより富士商事に話してんか。でもうちちょっと急ぎまんので。もしもし、もしもし、南海さんですか。あ、松島さんですね。富士商事の猪田です。あの、例の参考商事の件ですがね、あれね。昨夜電話のことを聞いたんで、飛行機で飛んできたよ。そう、今日諦めてたの。カジさん、頼みます。私はどうしてもダメ。やっぱり富士商事なのよ。うん、富士商事か。とにかく南海には電報打っといたけど。ねえ、すぐ行ってみようか。え、頼む、国際審議の問題なんだ。そこをあんたもう一度考えてほしい。船会社と積み荷の契約が済んで、積み込みの日が迫ってる。なのに肝心の品物が手に入らないとあっちゃどうなるんだ君。僕たちの立場を考えてくださいよ。ねえ。松屋さん、無論色はつけるよ。なんとか駆け回って品物を揃えてもらえないか。お願いしますよ。あんただって契約を破棄すればただで済むとは思っていないだろう。そのくらいのことは覚悟の上だろうが、それまでにして富士のメンツを立てようというのか。富士のメンツより日本の貿易業者全体のメンツの方が大事じゃないかね。そこを考えてくださいよ。頼む親父。お願いします。松島さん、よろしま。ゆんべおそう電話、いや、電報、お宅さんから電報もろて、うち考え直そう思ってたとこでんね。ありがたい。ぜひ頼むよ。そうだな。明日から一週間うち全部倉庫へ品物を納めよう。踏んでよろしいやっしゃろ。嬉しい。ねえ、カジさん。
ありがとう。華やかな飾り物が貧しい女の人たちの手内職で作られるのね。見ていて気の毒だったわ。まあ僕たちがあの連中を食わしてやってるようなもんさ。あ、カジさん。はい。ちょっと。さあもう一息だ。いやこれ。あ、どうも。ねえ、あこちゃん、仕事が終わったら大阪まで遊びに行こうか。京都のすっぽん料理もよろしくな。すっぽんか。いいわね、京都。私、桂離宮へ行ってみたいわ。なんだつまんねえ、よせやんな、お寺。お寺じゃないわ。似たようなもんさ。あれは内容の土地の人と変わらないよ。そうかしら。写真で見ると美しいわ。日本的な美しさがあるわ。その日本美というやつが問題なんだよ。なぜ？わびとか、さびとか。そんなものはこの物の少ない貧乏たらしい国の悲しい負け惜しみさ。さばけないね。うん。お姉さんいつ帰るのかしら。うん、忙しいんだよ仕事で。ねえ猪さん、僕お母さんと一緒にいたいんだけど。それはお母さんだって辛いのを我慢して働いてるんだよ、けんちゃんのためにな。うん、僕貧乏だっていいんだよ。お母さんと一緒なら爪磨きだって何だってやるよ。なあケンチ、近いうちお母さんに会ってみようか。頼むよ皆さん。皆さんと僕はこんこんちきだもの。うせえ。猪さん。え？僕お父さんのことよく覚えてないけど、猪さんが今日は執刀さんのような気がする。だけどお父さんより親友の方がいいね。ああ、もしもし、その豚から僕んですかね。これ僕んですよ。あ、すみません。おけんちゃん。うん。せけ、謝んな。ごめんなさい。すみませんでした。よかったわね、無事に済んで。本当によかった。ありがとうございました。いや、お互いにご苦労さん。ランラ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 ンララ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 ラ、あなたと二人で来た丘は港の見える丘、ランランラ。あ、いけね、こりゃ失恋の歌だ。やめだやめだ、僕はビジネスや人に引けを取らないつもりだが、どうもこの何？ねえ、あこちゃん。公安が決まったら僕は参考書を出て独立しようと思うんだ。どう？いいわね。一緒にやるよ。バリバリやるぜ。あこちゃんに期待するところ大なんだがね。親父も追放は解けたし、また会社を始めると言ってるんだ。内容じゃ顔だからね。一緒に世界を回ろうじゃないか。親父は内容だけが相手だったが、僕は世界相手に商売をする。カジさんなら成功するわ。というと、OK か。何？
結婚 OK だね。待って、どうして、どうしてだい。あら、乱暴ね。僕のこと嫌い。嫌いじゃないけど、いきなりびっくりするわ。冷静だね。冷静じゃないの。でもそんな大切なこと、ゆっくり考えたいわ私。ねえ赤ちゃん、君は見かけによらない封建的なんだね。そうかもしれないわね。家庭に入ると案外つまらない奥さんになってしまうかもしれないわ。ご謙遜、赤ちゃんらしくもない。私、自分のビジネスだけの生活がなんだか本当の人生じゃないような気がすることもあるの。世の中には私の知らない真実がもっと他にあるんじゃないかしら。あなたが東京に出られたらどうですか。もし出る気がおありでしたら僕が会社の方に話しますが。ありがとうございます。でも家のこともありますし。僕のうちでよろしかったら何とかなりますか。でもあなた様もおめでたのお話もございますでしょうし。いや僕は、いやまずダメですね。本当に愛すみません。何しろ打鍵なもんで。これからは厳重に鎖でつないでていただきますよ。はい。おばさま、すみません。ケンちゃん、ペケはもうよしてよ。ね、ナナをケンちゃんにあげます。ナナの方がずっと可愛いじゃないの。血統が良くなきゃダメよ、犬は。ペケ、謝んな。すいません。お願いだから、ペケを捨ててきてちょうだい。ね。おお、ナナかナナか。よしよしよし。あ、そうかいそうか。ケンちゃんには辛いでしょうから。じゃあ、誰かに頼んで捨ててきてもらいましょうよ。よしよし。そうかいそうかい。お、ナナナナ。よし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 。行きよし。いいよいいよ。さあさあ行きますよ。よし。誰かに可愛がってもらうんだよ。分かったかい。行け。
めんね。お千代は連れて帰れないからね、猪野さんに預かってもらうんだよ。捨てるんじゃない、預けるんだよな、ペケ。金ちゃんですか。金じゃない、剣だよ。ああ、銀様ですか。逃げた様ならお留守ですよ。帰らないの今夜、帰らないの今夜。ご出張です。多分今夜帰らないでしょ。来いよ、ペケ。よいしょ。いや、これは珍しい。いつお帰りですか。今着いたばかりですの。ああ。ケンちゃんが昨夜帰らないんですけど。え、ケンちゃんが。ああ。そりゃ大変だ。どうしたんですか。昨夜伺わなかったでしょうか、こちらに。昨夜は僕出張のついでにケンちゃんのお母さんのところに会いに行ったんです。箱根へ電話かけましたか。いいえ、母が香川さんに心配かけてはって、まだ、うん、僕のいる間は来なかったし。どこ行ったんでしょう。ちょっと待ってください。ペケと五道藩ではまず東京だな。上野か浅草ですね。僕は会社に断って探しに行きます。私もお休みをいただいて探しますわ。じゃあ一緒に行きますか。ああ、私一人でもいいんですけど。僕も一人でもいいんですが。そう、二人だと何かと便利だと思います。ああ、じゃあちょっと家へ。ああ、私も気をつけておくわ、浅草の方。うん、頼むよ。それよりお前毎晩遅いのは悪い稽古だね。アルバイト変えたの。どうぞご心配なく。ご心配だね。ナイトクラブで勤めたのかい。じゃあ行ってきます。あ、管轄で昨夜捕まったのは家出娘一人きりだそうですよ。
カルタでしょ。この間もこの辺りで不老児が面白そうに遊んでたから、ケンちゃんもついフラフラ家出したんでしょう。ペケを捨てさせようとしたことがいけなかったんです。しかしペケという名前は言語道断だ。だって本当にペケなんです。押し売りが来たって嬉しそうに尻尾を振って。善良なんですね、生来人を疑おうとしない。フスノロなんですわ、あなたのおっしゃった通り。いや、人がいいんですよ。まあ、犬に人がいいってのもおかしいが、僕はああいう善良な犬が好きですね。飼ってる身になると困りますわ。飼ってる以上はワイヤもペケも区別な可愛がってやんなくっちゃ。可愛がってます。いや、誰にでも尻尾を振ってくるのは寂しいからですよ。ケンちゃんだってそうですよ。寂しいからですよ。旦那、すいません。あ、いや、行きますか。私一人で探します。敦子さん、ケンチどうしたんだろう。ケンチにお土産ですか。ええ、浜松の駅で。ああ、どうです、飯でも食いませんか。この前ケンチを連れて行った土壌屋なんです。いっぺんそこを訪ねてみましょう。ケンちゃん来なかったかな。あ、いいえ、僕も心当たり探したんですがね。ごちそうさま。あ、どうもありがとう。今日は金ちゃんで頼むよ。先輩、ご心配なく。じゃあ、骨抜き土壌とビールだ。今日はまるでどうですか。ん、骨のあるやつ。それで行こうか。丸鍋一丁、ビール一丁。はい。すいますか。たまにはこういうところもいいでしょう。何でもありませんわ。いらっしゃい。お墓になってケンちゃん。いいえ、これからもう一度探しに行くんだよ。まさか、これだな原因は。いいでしょ、勉強になるわ人生も。ママ言ってら。先輩には何も言ってないんですか。まさこさん、けしからんね、闇取引は。君たちもコンコンチキか。そうよ、コンコンたるチキよ。なぬまちゃん、ボートマンスプリットで行ってくよ。あ、大丈夫です。ちょいと。あ、まさこさんにお手伝いしていただいてるんで大助かりなんですよ。あ、いや。あ、おいしい。おりゃ驚いた。
飲んじゃいけません。女の酔っ払いなんてごめんだ。酔っ払ったりしません。女の飲んべえなんて賛成できない。私も飲んべえの男は大嫌い。ギョギョ。飲むのはいいんですけど、私の嫌なのは飲んでばかりいて他に脳がないようなぐうたらな人は。耳が痛いとは言いませんよ。アツコ、アフレコ、アフレの子というのはどうですか。え、会社もアフレなら女の子もアフレコ。まあひどい。大会社の方は結構ですわ。井ノ田さんのようにのんべんだらりんとしていられて。はあ、のんべんだらりんですか。井ノ田さんは生活に真剣に立ち向かってらっしゃらないから、通称半平太さんですもの。生活とは何ぞや。ビジネスだけが生活じゃない。生活だけが人生じゃない。あなたよ君。しかしね、人生は生活じゃない。また生活も人生じゃないねえ、奥さん。羨ましいよ君は。こんな綺麗な奥さんとこれ人生を語れるなんて。先生、よくわかりました。わかった、わかった。帰る、帰る、帰る。僕は楽しいよ。はあ、人生。ねえ、奥さん。どうですか、アツコさん。とにかくケンちゃんのお母さんをすぐ呼びましょう。実に感じのいい人だな。ひとやかで、きれいで。あなたの方で都合が悪かったら、僕は、まあ、場合によっては捜索願いも出さなきゃならないだろうし。いいえ、私、おば様にそんな心配かけないで探してみせます。ああ。責任がありますもの。あなたは責任で預かってんですか。愛情で預かってんですか。そんなに愛情持ちなら、ケンちゃんのお母さんと結婚でもなさって、ケンちゃんを幸せにするといいんですわ。何ですって。アコちゃんでなければ引っ叩いてるかもしれない。あら、井ノ田さんは私侮辱しまして。ケンちゃんのお母さんを侮辱してる。アツコさん、君は本当は、本当のアコちゃんはこんな人じゃないはずだ。井ノ田さんも今日はあの井ノさんとは違うみたい。おめでとう。おめでとう。え、
浅場君、なんだいこりゃ。おはようございます。おはようございます。知らないのかい。マルカムから保護犬が来たんで。そう、そりゃよかった、よかった。いや、おめでとう。教会は君、ストリップマイシンの輸入に成功したと聞いたら、わーっと枠に違いないぞ。お褒めをいただいて光栄です。ついては三つお願いがあるんですが。三つ。第一には、せっかくマイシンも入るんですから、伊藤君のような社員たちを入れる療養施設を完備していただきたいんです。うん、よかろう。それから。あ、一人入社させていただきたいんです。知り合いの香川佳代という戦争未亡人なんです。うん、もう一つは。社をもう一日サボらせていただきたいんです。ぜひ。そんなバカな。いや、しかしこれは松島さんの話なんだよ。いや、実はな、あんたたちの邪魔立てしてたんは猪田藩の同僚の人ですね。それを猪田藩どうしても出してやってくれとやるさかい、うちその気になりまして。富士商事へ連に行かにはならんぞ、君たち。すみません。ちょっと出る。しかし商売は完全に成功したじゃありませんか。人のおかげでね。そんなことは問題じゃない。現実に参考商事を設けさせたのは僕たちですよ。そう、その通り、その通りだよ。ありがとう。アコちゃん、何もしょげることはないよ。文句があったら今度の儲けはみんな僕たちがもらうさ。 10% 見たって100万円だ。でも私たち反省してみる必要があるんじゃない。反省？反省なんかしたって一文にもなれしない。はいはい、私です。まあ、品川の児童相談所。ええ、昨日はどうも。もしもし、ここの話ではね、今朝ケンちゃんぐらいの子を国分寺のサレ城学園に引き取ってもらったというんです。あ、いやいや、名前は違うんですがね、犬を連れてるというんですよ。ケンちゃんに違いありませんわ。え、すぐ参ります。そんな他人の子なんかほっとけよ。警察が探してくれるよ。そうはいきませんわ。それよりアコちゃん、一緒にやろうよ。今度の仕事は競争相手が多くて面白い。商売の醍醐味味わえるよ。私今ケンちゃんを探すことでいっぱいです。見つかったらそんな不良少年はもう断るんだね。君、お小遣いある？ま、持ってきたまえ、タキシー代。私あります。海さん、電話。もみ商事から。はい。お待ちどうさん。はい。ここ2、3日は横ばいだが、しかし中含みだね。うん、マーケットイズストロング。名前は違うんですか。確かに健一君だと思います。ではどうぞご覧になってください。あ、でも、もし違っているとかわいそうですから、遠くから。あ、わかりました。やっぱりここですよ。よかったわ。おい、ケンチ、ケンちゃん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 、ハロー、ケンチ君。
私猪田さんにお詫びしなくちゃならないことがあります。え？今朝知りましたの、ブラッドフォードさんの件。いや、ずいぶん苦労したでしょう。すまなかったです。いえ、そんな。どうですか、休みませんか。おい、ケンちゃん。行け、休もう。座りませんか。私今まで真剣に生きていると自分で思っていました。そしてその自分の生活がそのまま人生だと思ってました。でも人生には私の知らないいろいろなことがあるって、やっと分かってきたような気がするんです。いや、僕こそ敦子さんから随分教えられましたよ。私こそ。いつかあなたに言われた通り、僕には生活に真剣に立ち向かってないところがありましたからね。名前切ってごめんなさい。いや、僕こそ。ところで敦子さんはどうして結婚しないんですか。は？猪田さんこそどうして。僕ですか。実は僕には前に結婚しようと思った人がいたんですよ。僕の出生中によその人と結婚してしまったんです。まあ女性への不信が、そのため僕の心の中に植え付けられたとでも言うんですかな。私にもありましたの、いいなずけ。いいなずけ？戦死しちゃったんです。敦子さんも一種の戦争犠牲者ですね。お気の毒というとなんですが、実はね、最近僕もやっとこれはと思う女性に巡り会えたんですよ。県庁浅草に連れてった時、あの雑踏を歩きながら、僕は僕の気持ちをその人にはっきり言おうと決心したんですがね。それでどうなさいましたの。それでね、意思表示しようと思った途端に、あのコンコンたるチキのハジさんに出っ壊してダメになった。あら、遠回しに行って失礼でしたかな。え、いいえ。どうも。あこちゃん。あこねちゃん、富士山が見えるよ。ねえだな。危ないわよ。あの人は箱根だろ、姉さん。そうよ、お母さん今頃小田急に乗ってるかもしれないわ。どうも。わあ、いいな。よし、もう大丈夫だな。